2021年明けましておめでとうございます。1月4日日曜日です。東京地方は三が日はとてもいいお天気で穏やかなお正月だったんですが、北陸とか日本海側はとても大雪で大変なお正月だったようですが、松江も雪のお正月だったんでしょうか。皆様どんなお正月をお過ごしでしたか。今年も1日10分間のハーモニー時間、ハーモニータイムを目指して健やかな1年になりますように、今年もよろしくお願いいたします。では今日もゆっくりと動いていきましょう。仰向けになってください。久しぶりにこうやって仰向けになった方もいらっしゃるでしょうか。体に気持ちを向けてください。呼吸はどんな感じですか。呼吸で体はどう動いているでしょうか。床の上についているところ、浮いているところ、右側と左側を比べてください。頭を左右に傾けてください。無理せず滑らかにスムーズに転がる範囲でやってください。痛みや違和感や力みなどからは逃げるようにして、楽な範囲で動いてください。では動きをやめて、左側を下にして横になってください。まあ首はこういうふうに何もないと折れてしまうので、何もなければ少しこう位置をずらしたりして、この首がカクッて折れるのを防いでください。できればこういうものを座布団やクッションなんか置くと、この鼻の裏からずっと尾てい骨までつながっている背骨がまっすぐになれるので、これの方がいいと思います。左手は前方の床に 手のひらを天井を向けておいて、その上に右手を重ねてください。両膝はお腹の方に曲げて重ねてください。軽く目を閉じて、ゆっくりと右手の指先が、指先の先の方にある壁の方に向かって伸びていったり、手のひらに戻ったり、優しく優しく指先が伸びていったり戻ったりしてください。最初から大きくしようとせず、肩や首あたりがぐっと伸びる感じにならないように、優しく優しく動いてください。この指先が伸びていく動きは、体の他の部分にどのくらい影響があるでしょう。多分肩は動いていると思います。指先だけがビヨヨヨンって
伸びていくことはないので、肩も動いていますか？肩甲骨はどう動いているでしょうか？背骨はどうですか？胸あたり、胸は床に近づいていくんでしょうか？おへそはどちらを向いていきますか？お尻に動きはありそうでしょうか？ではゆっくり一旦右手を体の上に乗せて休んでください。呼吸をゆっくり2回ぐらいやって、また左手の上に右手のひらを重ねます。今度は右手のひらを体の方に引き寄せてください。この時に右手の肘は曲がらないように、曲がらない範囲でこの右手のひらがゆっくりと左の手を撫でてきます。優しく優しく、まあ、手のひら1枚分ぐらいで全然構わないので、優しく優しく、肩やあばら、骨盤あたりにはどんな動きが生まれるでしょう。この動きに慣れたら、ゆっくりと指先が前方に伸びていったり、左手を撫でてきたり、行ったり来たりしてください。優しく優しく、頭はどうですか？頭に動きはありそうですか？全然動かないですか？例えば床を向いていったり、天井を見たりという動きがあるんでしょうか？できるだけ体は力を抜いたまま、この動きを何度かやってください。一旦右手を体の上に置いてください。今度は右のお尻、右の骨盤を前に出したり後ろに引いたりという動きをしてください。手は体の上に乗せたままですね。お尻が前に行ったり後ろに行ったり、膝はどんな動きをしていますか？左足の上で右膝が前に行ったり後ろにしたりという動きになっているでしょうか？お尻を前後することによって上半身にはどんな動きがあるでしょう？ゆったり優しく、ではもう一度右手を左手に重ねてください。そしてゆっくり右手の指先が前に行ったり後ろに行ったり、
する動きをしてください。肘は軽く伸ばしたまま、指先が伸びていったり、左手を撫でてきたり、これ最初の時とこの動き、何か動きやすさに変化があったでしょうか。体全体にはどんな動きがありますか。では一旦仰向けになって休んでください。右側と左側を比べてください。では反対ですね。右を下にして横になってください。同じように両膝をお腹の方に曲げて、右手は前方、左手のひらを右手に重ねます。優しく優しく左の指先が前方に行ったり手前に引いたりですね。最初はこの右手のひらの上で左の手のひらが動くくらいの大きさでやってみてください。このくらいの範囲で手のひらが動くんですけれども、この動きが体全体にはどう影響しているでしょうか。あばらは床の上でどう動いていますか。頭には動きがありそうでしょうか。左の骨盤も一緒になって前に行ったり後ろに行ったりという動きをしてください。優しく無理なく動いていると、もしかしたら体全体に動きが伝わっていくかもしれません。ゆったりとですね、心地よく動いてください。では動きをやめて仰向けになってください。床の上の体を観察してください。体に気持ちを向けてください。最初に仰向けになった時と今の呼吸を比べてください。ゆっくりと頭を左右に傾けてください。頭を傾ける動き、体の他の部分にはどんな影響があるでしょうか。では動きをやめてゆっくりと起き上がってください。はい、2021年ハーモニー始め、いかがでしたか。今年も1日10分間のハーモニータイム、よろしくお願いします。では今日も健やかな1日になりますように。仕事始めの方はゆったりと行ってくださいね。いってらっしゃい。